皆さんはじめまして、佐々木ひなとと申します。年齢は19歳です。大学は北京語源大学東京校海外大学日本文校に所属しています。今日は環境とはをテーマにお話ししていきたいと思います。まず皆さんは今までどんな環境で育ってきましたか？その人がどんな環境で育ってきたかが今のその人を作っていると思いますが、今日はその私バージョンを皆さんにお話ししていきたいと思います。今の私の興味関心の軸は2つありまして、1つ目は中国、2つ目が環境問題に興味があります。こういった2つのテーマに興味を持つのも私が今まで育ってきた環境があるからだと思います。今日はその2つのテーマに沿って私が今までどんな環境で育って今は何をやってるのかというところをお話ししていきたいと思います。まず1つ目、中国なんですけれども、私は中国語から入りました。中国語に出会ったきっかけは高校の授業でした。第二外国語を選択しなければいけなかったので、私はそこで中国語を選んで中国語を授業で勉強していきました。なんで中国語を選んだかというと、もう漢字だから選びました。すでに英語ができる人っていうのはたくさんいて、中国語だったら漢字だし日本語と似てるし、なんか自分にもできるかなと思って中国語を選んでみました。で、勉強していって、中国語にどっぷり使っていったんですけど、その一個の大きい理由としてちょっとこれがあるんですけど、私は佐々木ひなたです。もうこれは言ったんですけど、これ英語で言うと I'm 日向佐々木になるじゃないですか。で、これを中国語で言うと我叫佐佐木ヤンシャンになるんですよ。もう佐々木ひなたっていう発音はもう皆無で、もうこんな短い文章でも中国語を話して言うと、もう中国語話せてる人みたいに聞こえて、英語で I'm 日向佐々木だけだとあんま英語話せてる人には感じないと思うんですけど、中国語だと発音が違いすぎてそう思ってもらえて、結構褒めてくれる人がたくさんいて、なんか自分のモチベーションがどんどん上がっていって勉強が楽しくなる、なんかそういう言語だったので今も続けています。で、さらに高校2年生の春、高3になる直前にですね、今通っている大学主催の北京研修に行ってきました。で、そこで北京とか北京語源大学本校の様子を知って、もう海外の大学で言語を勉強する楽しさっていうのを感じてきました。で、今の大学にも決めました。で、実際に中国に行って思ったのは、もう中国って面白いっていうのと、あと意外と綺麗っていうことを思いました。意外と綺麗っていう感想って何ぞって思うかもしれないんですけど、もうすでに環境問題には興味がある状態で中国に行ったので、中国の街並みとか環境規制とかってどんな感じなんだろうと思って行ったので、感想としては意外と綺麗っていうふうに高校2年生の私は思いました。で、そして私は中国についてこれからも勉強しようと思って今の大学に入りました。さて、私がなんでどこで環境問題に興味を持ったのかっていう話に移るんですけれども、もうこれも全て高校での出会いにありました。で、具体的に何があったかというと、一つ目がビーガンについてのディスカッションがありました。 All people should be a vegetarian っていう、確かこんなテーマでディスカッションをして、私は全ての人がベジタリアンになるべきだって言わなきゃいけない人だったので、ヴィーガンの反対といいますか肉食についてですね、調べて畜産業が与える環境への悪影響とか、畜産業による森林伐採とか、二酸化炭素、ゲップのメタンガスの排出とか、そういうところを知って、一つの業界の裏側を知っていきました。で、さらにエシカル消費についての講演会っていうのもありまして、その時にファストファッションとか気候変動の現状を知ったんですけど、皆さんはエシカルっていう言葉についてはご存知でしょうか？エシカルって英単語なんですけど、日本語に訳すと倫理的なっていう意味があるんですけど、もっと簡単に言うと影響をしっかり考える消費でエシカル消費なんですけど、IUO 作文にできるんですけど、一つのものを買うとか一つの選択をする
その先に人とか地球とか地域とか動物とかそういったものにどんな影響を与えるのかを自分で考える、まあ、そういうことをエシカルっていうふうに呼んでいて、まあ、そういう消費活動をエシカル消費というふうに呼んでいます。なのでファストファッションとかそういう地球の裏側でその洋服が作られる過程で起きていることを知っていって、まあ、これは私が環境問題について何かアクションを起こさなきゃいけないんだっていうそういったことを持つきっかけになりました。でさらに、まあ、知って調べてっていうふうに思った先に私は伝えるということをやりました。まあ、生徒会長を高校生の時に務めていたので、まあ、全校生徒の前で話す機会があったのでそこでエシカルについて伝えました。皆さんフェアトレードっていう言葉ご存知でしょうか。まあ、生産者と、消費者の関係性なんですけど消費者がまあ適正な価格でまあ物を買ったりすることによってその分適正な賃金が生産者にも払われるっていう仕組みなんですけど、まあ、代表的なものがチョコレートがありまして、有名なのがピープルツリーっていうところのフェアトレードチョコレートがあって、でそれをまあ大体1個400円ぐらいするんですけど、それを全校生徒分買ってなんかもうチョコをもらったらみんな印象に残るだろうと思ってそういう思いで配りました。でどうやって買ったかというと、あの文化祭の売上金がありまして、文化祭の売上金はなんか使い道が生徒会が決めていいということだったので、もう文化祭の売上金全部使ってこのピープルツリーっていうチョコレートを買って、もう一個あとエシカル消費って何っていうあの消費者庁が出しているチラシを問い合わせて全校生徒分いただいて配りました。でこっちは友達とかが SNS でシェアしてくれたものなんですけど、まあ、嬉しかったので今もスクリーンショットに残して、はい、撮っておいてあるっていう感じですね。でこうして私はあの高校生の時に環境問題について知って、まあ、調べて、まあ、自分のできる範囲で伝えるっていうことをやったんですけど、大学生になったらもっと自分で活動を起こしたいっていうふうに思っていて、そう思って始めたのがこの環境サークルエコラというものです。大学の中のサークルになります。で活動と様子としては、まあ、こんな感じで、大体メインはゴミ拾いが多いんですけど、あとはまあ中国×環境問題のイベントを開催したり、学園祭の時に古着古本交換会やったり、まあ、そういう活動をしています。で今はこういう活動してますって言えるんですけど、活動を始めたのが2020年の6月だったので、なんか自粛期間で結構外にあまり出歩けなくて、でも一応設立はしたんですけど活動がなくて何から始めればいいのか分からなくて、で3ヶ月ぐらいなんだかんだ経ってしまって、で3ヶ月後にようやくじゃあとりあえずこれやろうって思って始めたのがゴミ拾いでした。もうゴミ拾いも本当にとりあえず始めたものだったんですけれども、今となってはもうこの活動がメインですって言ってるぐらいいい活動になっているので、そこについてちょっと話したいと思います。ゴミ拾いを始めたはいいものの、一つ私の中でモヤモヤが生まれまして、それがゴミ拾いってやってて意味があるのかなっていうことをもう率直に感じました。皆さんもゴミ拾いやってる人を見てあれ意味ないだろうって思ったりしますか？私もやっててなんかこれだけでいいのかなっていう気持ちになっていきました。まあ、でもある一つの事実を知ってからはやって意味があるというふうに思うことができました。で皆さんはあのゴミ問題の話についてどのくらいご存知でしょうか？まあ、詳しく言うつもりはないんですけど、一つだけ知って帰ってほしいものがありまして、まあ、それが海ゴミの8割が陸ゴミっていうことです。海ごみの8割が陸ごみ、もう早口言葉みたいなんですけど、もうこのままで海にあるごみっていうのは8割が陸から流れているもので、もう海では基本的にごみっていうのは発生しないので、陸でまあポイ捨てしたり落ちちゃった落としちゃったっていうごみがまあ川に流されたり風に流されたり、もしくは下水を通ってまあ海に流れ着くルートっていうのはたくさんあって、まあそれが原因で今海洋問題とか海洋プラスチック問題っていうものがまた起きているっていう、まあそういう流れがあります。まあ、これを知った時にまあゴミ拾いをやってて意味があるなっていうふうに思うことができました。
でもオランダにはまだもう一つだけ大きい問題があって、それが元栓が閉まってないっていうことなんですね。あのゴミ拾いを、まあ、とりあえず目の前拾って海に流れるのは防いだけれども、ゴミ問題の元栓っていうのはゴミを減らすこととゴミをなくすことなので、そこに関しては何も自分たちはアプローチできてないなっていうふうに思いました。なんかまるで水、汚い水が流れてる水だけは掃除して、蛇口とか元栓は何も閉まってないって、まあ、そういう環境問題っていう現状があって、そこに対して自分たちが何ができるかっていうのを今考えてる最中なんで、ちょっとこの後の話は理想なんですけど、まず私たちは池袋でゴミ拾いしてるんですけども、池袋では非常にゴミが多いんです。池袋はゴミが多い、もうこの言葉からちょっと連想できるんですけど、池袋っていうのはイコールゴミ袋っていうふうに、まあ、少し呼ばれたりしていて、まあ池袋とゴミ袋で袋でつながってるじゃないですか。だからそこからまた一個発展させて、池袋さんのゴミ袋っていうのが面白いんじゃないかなと思って、なんか池袋にたくさんあるゴミを、まあゴミから作られるゴミ袋を作って、でそれで自分たちがゴミ拾いしたら、自分たちのゴミ拾いっていう活動が池袋の中で循環するなっていうふうに思って、まあ、こういうことが実現できたらすごくいいなっていうふうに思ってます。でさらにちょっとゴミ拾いのいいところを紹介したいなと思っているんですけれども、いいところ大体3つぐらいありまして、1つ目が朝活になるっていうことです。まあ、私たちはあの授業がない一限の時間に最初ゴミ拾いを始めたのがきっかけだったので、まあ朝活になって今日も一日頑張ろうねって言ってバイバイできるっていうのがすごいいいなと思ってます。であとは運動になる、またはあと3密回避になるっていうのが、もうこのゴミ拾いを続けられるすごい大きいいいところで、あの外で活動するので中で集まることもないし、マスク外して食事とかもなかったので、ゴミ拾いっていうのは、まあ、こういう感染症の時代でも続けられるいい活動だったなと思います。であとはもうこれがゴミ拾いの一番のいいところなんですけど、このゴミ拾いコミュニケーションっていうのがありまして、もうこれは私が名付けたんですけど、燃やすゴミお願いしますとか、なんかペットボトルお願いしますとか、そういうちょっとした会話、もう天気いいですねとか、今日ゴミ少ないですねとか、そういう会話でゴミ拾いの中ではコミュニケーションが生まれるので、そこから人と人のつながりが生まれて、自分たちが主催しているゴミ拾いっていうコミュニティの中で、自分はもちろんなんですけど、自分たち以外の人が勝手につながっていくっていう、その人のつながりを感じられた時は、本当にゴミ拾いは続ける意味がある、やる価値があるなと感じることができました。そして私は今まで活動を続けてから大体合計60回ゴミ拾いをやってきました。で総量はまあ測り始めてからなんですけど、50キロぐらい拾いました。大体平均1回で1キロぐらいになりますかね。であと参加人数っていうのが90人いるんですけども、これは私以外の参加者になるので、一緒にやってるサークルを一緒にやってる子たちも含めて90人になりました。でも1回だけゴミ拾い来てる人も10回来てる人も1ってカウントしてるので、私は今までゴミ拾いを通じてこれだけの人に新しく出会ってきたんだって思うと、本当にやり続けてよかったなって思う活動でした。で最後に、なんで今日私がここにいるのかっていう話なんですけれども、まあ本当にこれは単刀直入に目の前のゴミは拾い続けたのこれに尽きるかなと思っております。もう目の前のゴミを拾い続けるっていう、言い換えると目の前の環境を大切にしてきたっていうことかなと思います。まあやってる時はあまり思ってなかったんですけれども、振り返ったら目の前の環境を大切にするっていうことをやってきたなというふうに思いました。やったからこそ今こうして新しい場所に立って、また新しい人にこうやって自分のことを見てもらえるっていう、そういうことにつながっているので、目の前の環境を大切にしてきてよかったなというふうに思っています。でさらにこれから自分自身に問い続けたいのは、これでゴミ拾いを続けたら私は一体どこまでいけるんだろうということを、これから自分自身に問いかけていきたいと思っています。もう
やるぞって感じじゃなくて客観的に自分を見てこういう風に続けたらどこまでいけるか試していきたいと思っています。でさらに皆さんには今までどんな環境で育ってきましたかということを冒頭に伝えたんですけれども、もちろんそれを振り返るのも大事なんですけど、プラスアルファで今自分が大切にしたい環境はどこにありますかということを自分自身に聞いてみてほしいです。私の場合、学生で学業をやりながらプラスアルファでサークルをやっているので、学生としての学業っていうのが一番大事だと思っていて、そこがおろそかになっていてはサークルはできないと思うので、必ずプラスアルファのことをやるときには自分が本当にやるべきこととのバランスを見て、一番やるべきことをその時その時考えて選択していくのが大事だと思ってます。で最後にこの環境問題っていう言葉があると思うんですけど、この環境問題っていう言葉から連想される環境ってきっと皆さん地球環境っていう大きいところを捉えると思うんですけど、この環境ってもっともっと小さく捉えてよくて、自分の環境を環境問題として考えるべきだと思ってます。自分の環境って言ったらもう本当に小さくて、例えば机の周りとか見えないところで言ったら人間関係とか、そういうところも環境だと思うので、自分の環境を大切にしていくこと、本当に些細なことでも大切にしていくことが、いずれ地球の環境を大切にする、地球の環境が整うことにつながっていくと思います。なので皆さんには今大切にしたい環境はどこにあるのか、その上で自分の環境を大切にしていく、そしたら地球の環境もきれいになっていくと思うので、これを大切にしてほしいなと思います。そして私は自分自身にはゴミ拾いをし続けたら私はどこまでいけるのかっていうところをこれからも自分に問い続けて活動していきたいと思っています。本日はこのような貴重な機会をいただきありがとうございました。ご清聴いただきありがとうございました。